セレオ甲府は、株式会社 JR 中央線コミュニティデザインが、山梨県甲府市の甲府駅に隣接して運営している駅ビルの名称である。1986年開催の開示国体に合わせ、それまで木造平屋建てだった甲府駅舎を強情化する工事が行われ、その際商業施設の入る駅ビルとして1985年10月にエクランの名称で開業した。 地上5階建ての施設であり、ロータリーから直接店舗に入れるほか、2階にある甲府駅改札口から階段の昇降することなく、店舗へ入れる構造となっている。開業当初は南口にエスカレーターも設置されていなかったが、1995年に設置され、現在はエクランに入ることなく、直接駅へ向かうことができる。また、 車椅子で駅ロータリーと改札口を利用する際は、当初は一度エクランに入り店舗内のエレベーターを利用する必要があったが、2018年2月に新たに車高エレベーターが導入されたため、以後は車椅子でも直接地上から改札口に向かうことができるようになった。なお、駅構内や駅ビルでの車高エレベーターの設置は、大分県の中津駅に次いで全国2例目。 運営は開業当初、甲フステーションビル株式会社が行っていた。その後、当社は2006年に、八王子ターミナルビル株式会社へ、九州合併され、翌年、JR 東京西駅ビル開発株式会社に、社名変更された。オープンから築30年近くが経過しようとしていた、ことから、2014年11月から一部店舗の、 営業を継続したまま改修工事を実施し、また JR 東京西駅ビル開発が管理する他の駅ビルとブランド名を統一するため2015年3月13日にセレオ交付として改装をオープンした。店舗構造として5階はレストランサロンフロア、4階は文具、雑貨店、3階はファッション、2階はフード及び各種グッズコーナー、1階は生鮮食品、 スーパーマーケットとなっている。また、6階からは屋上に出ることができ、晴天時には富士山を見ることができる。セレオ交付ショップ一覧等ありがとうございます。